皆さんこんにちは浜家の受け持ちです本日ご紹介させていただきますのはこちらの方レッサンヒューマンの新作アンダーリム妖艶をご紹介したいと思います、えー、こちらのアンダーリム一目見てすぐお気づきの方いらっしゃるかと思うんですけれどもこちらの名作ポルポトの、えー、正統後継モデルになります、えー、こちらの方もアンダーリムレンズデザインがですねこの妖艶と ほぼ同じ。 えー、レンズシェイプをか、えー、利用しているというアイテムなんですけれどもこのフレームのですね鎧部分の張り出しが今までのモデルと大きな違いになってきます、えー、後ろの方に伸びてちょっとここでアクセントを作り出しているというようなデザインになっているんですけれどもこちらの方はですねレンズシェイプのすぐ後ろのところからまっすぐに伸びているというようなデザインになっていますまたプラスチックパーツの面積が広がったことでちょっとここにアクセントカラーのアクセントを加えることもできるようなデザインにします 仕上がっています。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけますと、このような印象を作り出すアイテムです。えー、このライトグリーン、結構可愛らしい色ということもあってですね、男性女性ともにお使いいただけるカラーになっているんですけれども、男性の方からも早速反応いただいているカラーになっております。えー、こちらのポルポトと掛け比べてみますと。 ポポルトの方がですね、ちょっと後ろに伸びてからアクセントを持って切る,るっていうデザインになっているんですが、妖艶の方がですね、この直線的なデザインの印象がまた違うアイテムになっています。なかなかシャープな雰囲気を醸し出しているというアイテムになっているんじゃないでしょうか。えー、また、ポルポトとは違う魅力を話すアイテムに仕上がっています。そしてこちらはホホワワイイトトです。ななかなか存在感ある フレームになっているんですけれどもこのような印象を作り出すアイテムになっています、えー、ホワイト好きな方、えー、たまらないカラーになってくるんじゃないでしょうか、えー、ぜひこちらの方もチェックなさってみてくださいませそして、えー、こちらブラックですブラックもお使いいただきやすいアイテムになっているんですけれどもこちらの方はこのような印象を作り出します結構キリッとシャープな印象を作り出せるフレームですね同様に このシルバーもキリッとした印象を作り出せるカラーになっておりますこちらの方はこのような印象を作り出しますまたブラックとはですね違う趣を醸し出す、えー、キリッとした雰囲気を作り出す、えー、アンダーリブになっておりますそして他カラーなんですがレッドですこちらの方はですね、えー、レザー調仕上げのような、えー、塗装になっているというレッドになっております 肌なじみの良さもありますのでアンダーリム試してみたいけどどうだろうなんていう方には非常に使いやすいカラーになるんじゃないでしょうかそしてブルーもなかなか発色の綺麗なオイルになっています、えー、こちらの方はですね割と肌なじみのいいオイルになっておりますのでこのブルーも人気が出てきそうなカラーになっております本日ご紹介させていただきましたのはポル・ポトの正統後継モデル妖艶です ぜひ店頭でお確かめいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。